久保さん髪の毛なくなってきたなく久保さん、ゲることない人だね <laughs>。ということで、今回は、コンバージョンが高い理由ですね。コンバージョン、僕、僕のコンバージョンが高い理由にしましょうか。この前僕、あの、無料プレゼント配ったんですけど、まあ、無料プレゼント配るときにやってるのが、無料プレゼント配るのにもかかわらず、二段階承認なんですよ。二段階承認。 無料プレゼント配るのにもアンケート答えてもらってそのアンケートに対してワンツー動画を送ってワンツー動画に添えて無料プレゼントでなおかつ感想をくれた人にまたワンツー動画みたいな3段階承認みたいなねだからまああのー、単純にこれをねずっとやってるだけですだからワンツー動画はもう、まあ、一般公開してるワンツー動画でもうちょっとで4000本もうちょっと今3800本ぐらいかな まる3 a シリーズでも再生リストにまとめて本当に吉谷さんやってるんですかっていうところが誰でも分かるように再生リストにまとめてるんですよまる3 a っていうそれ,それちょっと見てみましょうか円三3 a 3 7 6 7本ですね、はい、でこれで限定公開とプラス昔の赤版も含めると多分6000本ぐらいはやってると思いますねうんその積み上げが今に至ってるかなというところでございます だから、あのー、なんか魔法使ってないですから。<laughs> あの、なんか、魔法じゃないです。単純に地味なことを泥臭く愚直に、ただ、これからも続けますし、やるっていう。で、なんでやるかっていうと、単純に数が少ないからです。集客してる数が僕は少ないので、だからメルマガ登録も今、あ新規で、うーん、なんだ。 あ新規で、月で10人ぐらいじゃないですかお。多くて30人いるかいないか。まあたい平均10人ぐらいだと思います。ウラメルマガの登録が。新規だよね。超少ないですよ。うん。ラインアットもそれぐらいだったと思いますうん。まあそれでも、あの、ずっと4年やってますから、 多分、異様なんですよね <laughs>。だから、もうメルマガ登録する時点で LP とかもないんですよ、僕。昔は作ってましたけど、なんかそのメルマガ登録するとこんなメリットありますよとか、全くないし、LP もないし、っていうメルマガのフォームなんで <laughs>。だから、登録する人は商品買いたい人とか、プレゼントもらいたい、まあ、プレゼントもらいたい場合もあるかもしれないですけど、基本的に本当に興味がない登録しないですね。うん。まあ、怖いっていう。 これからもこれは続けます。なんか事故って僕が、まあ大悟さんみたいにニコ生の会員数が10万人とかい、そんな事故った場合は、まあワンツーとかやんないですよね。うん。だからそのステージによってやるべきこと、やるべき戦略をただやってるだけですよ。これを僕はドリアカで教えてます。だってもともと初心者から情報発信してね、いきなり なんか100万人とか200万人とかメルマガ読者数ね10万人とか集められないわけじゃないですか。無理ですよ。広告使っても10万人のリスト集めるとか超難しいですよ、さすがに。うーん。まあ、あかける費用にもよ,るよりますけど、初心者が、ね、昔僕な、ね、1000万単位で広告費とか書けてた時もありますけど、10万人集めるってきついっすよ。うーん。 まあね、広告予算2億とかあるんだったらいいんですけど、2億あります、広告予算。まあ今、1リストどれぐらいの単価か分かんないですけど、昔オプトインやってた時まあ最低が1000円になりましたからね、なんかマックス1万とかね。<laughs> だから昔、その、上がって、多分平均相場が1000円から3000円じゃないですか、オプト。昔の、あ,あの、上がってた時それで10万人集めるとかね。 ほんと何億レベルですよ、広告費。うん。なんで、まあ、初心者の人はね、そんな何億円みたいな広告費ないと思いますし、無料でやると。じゃあ、そしたら、まあ、数が少ないわけじゃないですか。じゃあ、数が少ないんだったら、濃くしていくしかないわけですよ。でも、やらないんですよね。でも、やってる人はしっかり売り上げ作ってますからね。うん、僕の熟成さんで月収100万達成した人はやってますよ、濃く。まあ、それを教えて、教えてるわけですから。 うんもちろんテクニカル的な部分ももちろんいっぱいいろんな要素はありますよ。ただし基本ベースとしてはあワンツーとかやれと。もうこれはもう言ってますね。ずっと、うん。僕も続けてますけど。僕のビジネスの基本はワンツーとかと言っても過言ではないですね <laughs>、うん。一人一人にしっかりと打っていくっていう。もうこの積み上げをしていくだけですね。これからも。まあ多分僕が まあね、10万人のサブスクとかそんな無理だと思うんで、そう。まあ無理って言ったら無理かもしれないですけど、目指してないんでそこを。だってサポートできないじゃないですか、一人で。スタッフ僕雇わないんで、10万人のサポートできないですよ。久保さんも無理ですよ。10万人のサポートは。一日10万通メール来たら、久保さん死にますね。子育てどころじゃないですよね。<laughs> 隠居どころじゃないですよ。一人で10万人見るタイプできないですよ。うん。だから今の規模感覚が僕はもうベストですね。 このの少ない数の方が自由だししっかり売れるしもう最強ですねだから僕が教えてるのは組織でやるとかね会社を大きくするとかそういうことを教えてるわけではなく一人で自由な時間をもう担保してある程度の、ね、月収100万以上月収100万とかねそこを目指すっていうところを教えてますから、まあ、それに興味ある人しか売らないっていうだから月1億目指してる人っていうのは僕は僕のお客さんじゃないですね うん、でもまあ会社規模だったら、それ目指さないといけないんですよ。普通に <laughs>、うん。だって年賞10億とか年、年、う、賞、ん、まあ年賞1億でも、まあ、ざらですけど、普通なんですよ。中小企業でもね。中小企業でも年賞1億ぐらい出しておかないと、まあ、その従業員の数によりますけどね。うん。まあ、あと、粗利の部分もあるだろうし。 まあそんな感じですね。だから個人で一人で、一人でね、たった一人で従業員雇わない、バイトも雇わない、外注もしない、一人で自由にやっていくっていう場合は、少ない数で酷していくっていうのが、本当に最強の僕は戦略だと思いますね。うん、これ以外ないと思います。うん、一人一人に確実に売っていく。コンバージョン100%。仮に、あの、1000人の濃い人がいて、1000人コンバージョン100%だったら、 うん1000円の商品売っただけでコンバージョン100%で1000人で100万ですね。<laughs> 1000円の商品作ってコンバージョン100%で1000人いたら100万ですよ、もう。うん高額商品作らなくていいんですよ。んなんでまあ、これ、僕はこれをおすすめしますね。再現性も高いと思います。しかも、やるかやらないかっていう、ただそれだけです。 うん、だってお客さん来てありがとうって言うか言わないかじゃないですか。で、それを動画にするかしないかだけなんで。うん。だそれはね、ありがとうございます。メルマガ登録ありがとうございますとかね。僕、LINE アット凍結になっちゃいましたけど、LINE アット登録してくれた人に LINE アット登録ありがとうございますって動画送ってましたけど、別にいらっしゃいませとかありがとうございますぐらい言おうぜと。<laughs> それぐらいね <laughs>、それぐらい言えるでしょうっていうね。 僕は思います。うん。いらっしゃいませぐらい言わないんだったら、それはもうビジネスできないですよ。申し訳ないですけど、いらっしゃいませも言えませんみたいなね。だって、結局、誰が買うのって人が買うので、うん。本当に古典的なね。人と人のコミュニケーションをする上での古典的な方法で十分なんですよ。ありがとうとか、おはようとか、元気してますとか。 頑張ってくださいねとか。なんかもうそんなんでいいんですよ。<laughs> 本当に。応援してあげるとかね。お礼言うとか。もう本当古典的なことしか僕やってないですからねうん。基本は。本質的な部分は。だから僕はブレないですね。絶対。もうそれもう絶対ずっとやっていくっていう。それは僕のビジネスの基礎であり、基盤であり、中核であるという認識のもとをやってますから。ブレないですね。ブレようがないですね。 だってこれやんなくなったら僕売り上げ作れないんで多分。うん。そう。まあ、そんな感じです。いってらっしゃい。